皆さんこんにちはマキコのドキュメンタリーオンラインインタビューにようこそ今日はニューヨークでが活躍しておられるダンサーの中澤俊彦さんをお招きしています中澤さんよろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いしますはじめまして質問させていただきますね早速はい現在のお仕事活動全般について教えてください はい。現在の仕事はニューヨークでプロのダンサーとして活動してます。で、ニューヨークには10年いるので、まあ最初の2年間は学生だったんですけど、その8年間はアーティストビザというのを取って活動していますが、この時期ということでですね、いつもと違った形式で、まあダンスやお話などしながら活動していますね。はい。いつもと違ったというのはどういうの。う、はい いつもと違ったというのは、まあ、いつも劇場とか、まあ、僕の場合は外で踊ったりする仕事も結構多いんですけど、まあ、そのオフラインでの仕事が、まあ、3月の16日を境にゼロになったと。100%なくなったということで、そこからオンラインでの活動ですね。はい。えっと、ダンスのレッスンしたりとか、公演の活動したりとか、そうですね。もう実際会う仕事っていうのはもうこの4ヶ月ぐらいない状態になってます。 いつもはストリートとか劇場とかで踊られてる、はい、そうですね、えっと、劇場で踊ることもありますし、えー、主にニューヨークで今やっている仕事がザ・ライドという、ね、観光バスとパフォーマンスが一緒になったお仕事をしてるんですけども、マンハッタンを横向きのバスが75分かけて走ると、横向きガラス場になってて、でそれがお客さん見れるんですけど、僕はその中でブレイクダンス。 の役をやっていて、いきなりお客さんが来たら手を振って、あ、こんにちはって言っていきなり踊り出すというような役割のダンサー。なんでこれはストリートパフォーマンスでもあり、劇場型でもある。あとはそうですね、クリスマスとかになると結構そのギグ、単発の仕事とかも結構劇場内で入ってきたりするので、そんな単発の仕事と、こんなレギュラーの仕事をしながらしていた感じです。 ストリート劇場っていうのは面白いですね。外にバスが止まってて、そこの前で。うん。そうですね。はい。外のバスは動いていくんですけど、僕がその場所で待ってるような感じですね。待って、待ってるところにバスが来て、そこで止まって、なるほど。じゃ観光でもあるわけですね。基本的には観光、バス、ありますよね。その、天井が例えば空いてるバスとか、 多分いろんな国日本とかにもあると思うんですけど、その一つの中にパフォーマンスがあったり、僕の場合はダンスですけど、サックス吹く人がいたりとか、バレリーナがいたりとか、ラップとかね、いろいろなパフォーマンスが一度に楽しめるというバスのツアーになりますね。日本にはないスタイルですか日本にはね、同じようなことをね、しようとして、ちょっとやった人たちもいたんですけど、定期的にやってるところはない。 と思います今。日本でも日本でもね、そう、あの進出しようという流れはね、結構あるんですよ、結構何年も前から。日本とかもそうだし、ま、ドバイとか、ロンドン、えー、サンフランシスコとか、いろいろね、候補地は1個あって、それが1つ、ま、東京もあるというので、ま、まあ、どういうふうになるかわからないんですけれども、一応候補としては上がってるらしいです、このザ・ライド、ワールドワイド。 はい、なるほどありがとうございます、はい、ではダンスを始められた時期というのを教えていただいていいいいただですかダンス始めたのは18歳ですね18歳から始めて大学生4年間やってましたそれは日本大学のモダンダンス部というのがあってなのでモダンダンスから最初は始めましたね なるほどはい。ダンスを始めることになったきっかけを教えてください。はい。始めることになったきっかけは、僕はずっとサッカーとかバスケットとか、そう球技をしてたんですけども、大学からやっぱ何か新しいことがしたいということで、で、なんかボールとかねラケットとか、何にも使わないものがやりたいと思ったんですよね。本当に体一つでできること、例えば武道だったりとか、え、そういったものをちょっと興味があって、 たまたまたたままダンス室があって空手テコンドー部を見てたらそのダンス室の師匠にちょっと見ていかないみたいなことで誘われて見てみたらなんかこう衝撃を受けてそのまま入部という形で入りましただから本当ダンス全く興味がなかったというかもう興味っていうかもう、ま、何も眼中なかったというか感じですけど 新しいものを見たその衝動にやられて、今も続けているというところですね。そうなんですね。で、ニューヨークに行かれてダンスを始めようと思ったのはどうしたきっかけなんですかはい。えっと、4年間その大学でダンスしてて、えー、3年間は飲食業で勤めてたので、えー、その間はダンスもやめてしまったんですね。で、その後、まあ、もう一度やっぱりダンスの夢を追いかけたいということで、行くなら、 アメリカ。アメリカといえば、えー、ニューヨーク。みたいな形で、その安易な結構考えで、なんかかっこよいそうそうだなって、後ろのこの、えー、絵にもちょっとあるかもしれないんですけど、タイムズスクエアとかもね、セントラルパークとか、テレビとか、ポストカードで見たあの絵に憧れていこうと思って、ニューヨークに飛び立ちました。だからまあ、その後ね、ニューヨークがダンスが盛んだったりとか、ミュージカルというのが世界中にね、有名だったりとか、 そういうのって全然知らなかったんですけど、ただただちょっと行ってみたいという気持ちで。最初学生、ダンスの学生ビザで。一年間通りました。はい。じゃあ目的がダンスというわけじゃなくて、ニューヨークに行ってから、そのダンス。が結構いいところだということを知ったわけなんですね。うん、あ、そうですね。はい。面白いですね、それも。はい。もちろん最初はダンスの学校行ったんで、ダンスをしにはいったんですけど。うん、はい、えっ、ー、と働いても。 いたので、ね、仕事辞めましたけど、まあ、1年ぐらいで帰ってこようかなみたいな感じでふらっと行ったら10年って感じですね。なるほど。はい、でダンスを始めようと思った理由はストリートダンスとかニューヨークであのプロになろうと思ったきっかけというか理由はどういうことなんですかはい、えっと、そうですね、1年間で帰る予定だったんですが。 まあ、一年いたら、やっぱり友達とかもできてきて、例えばダンスのカンパニーとか少しずつ入ってきて、で、じゃあ、再来月生涯あるとか、ね、次の年生涯あるってなったら、あ、じゃあ、それまでちょっと言おうかなというので、学生ビザを延長したりとかしながら、あ、じゃあ、ょっとテレビのオーディションを受けてみようかな、みたいな。テレビのオーディション出たら、えっと、まあ、その模様がオンエアされたりとかですね、ダンスの大会出たら、まあ、その自分では予期してない結果、 残せたりとか。なんかそういった偶然の重なりで、あ、じゃあもうちょっと入れるんじゃないか。か入れるためにはビザが必要だと。で、ビザ取ってみよう。で、いろいろ苦労して、えー、取ったら取れたと。そういうところで、やっぱりこう、い続ける理由ができたという感じですね。えー、この国にもしかしたら、もっといてもいいんじゃないかということを少しずつ、えー、アメリカにいながら思ってきたので、えー、まあビザも延長して、で、さっきのザ・ライドという仕事も、 オーディションを受けて通ってることができたので、えー、まあ、この国でね、仕事をできると、いうことで、今は日本とアメリカ半分、半分なんですけど、こちらにいながらでも日本とのやりとり、ね、これもね、今もう世界中でやりとりできますけど、どこにいてもね、できることなので、だからもう、あの、ど、このニューヨークという場所、自分が変えてくれた場所に居続けたいと思っていますね、今は。はい。なるほど。 では、ダンスを練習した場所、方法などを教えていただいていいですか。はい、えっと、学生の時はダンス部というのがあったので、ダンス室というのがありました。ただね、あのストリートダンス、やってる方いるかもしれないんですけど、ストリートになると、本当、道なんで、例えば新宿とかね、中野っていう場所が東京にあるんですけど、結構、ストリートダンスやってる人たちの外の練習場みたいな。 ビルのその鏡に映る自分の姿を見て深夜まで練習。みんなね、やっぱバイトとかもあるから、結局みんな集まるのは夜の11時以降になって、えっと、朝まで、始発まで練習してっていうのが学生の時はそうでしたね。そのダンス室。まあ家ももちろんあったんですけど、一人で練習するとき家とか。でそ、友達とか練習する時はそのビルの前、まあストリートですよね。で練習してました。で、今は、 えっと、まあ、この時期の前とかは、あの、ジムですね。え、ジムの中で鏡があるところあると思うんですけど、そういうところで個人練習するときは多いですし、あとはダンスのレッスン。あの、学校行った時バレー今もな習ってるんですけど、週に1回、そのバ、バレリーナえ、バレエダンサーのレバーレッスンとかを受けるスタジオに行きながら、レッスン受け続けているところですね。はい。で、バレーも、 なさったわけじゃないんですか。バレエはね、ニューヨークに来てから。始めました。たはい。えちなみにど、どこだった。どこ<あ>、どこなんでしょう。ダンスの学校の名前ですか。はい。えっと、二ついたんですけど、一つはペリーダンスセンターというところですね。で、もう一個はバレエアーツっていうダンスの学校行きました。うん、一年ずつ。なるほど。はい。 私もニューヨークでバレエのダンサーの方を撮影させていただいたので、ドキュメンタリーで。なるほど。僕は、まあ、バレエダンサーではないんですけど、やっぱりバレエの基礎っていうのはね、どこでも必要なので、もちろんその学生のカリキュラムにも入ってたので、そのまま受け続けているところですね。はい、あ今も受けて今<も>、はいる、ねまあこの4ヶ月は、ね、もうレッスン自体がないんで受けれないんですけど それまではスタジオ通って、まあ、そのオープンクラス、誰でも受けれるクラスがあるんで、それで受けてました。なるほど。はい。ダンサーになるにあたって、自分なりに技能を習得するためにしたことを教えてください。はい。自分なりにしたことは、まあ、最初ダンス始めたときはもうビデオですよね。ビデオデッキの、そのダンスのレッスンビデオとか、あとバックダンサーとか、踊ってる まあ先輩というか有名な方を見ながら真似する。まあこれに尽きる。まあ先輩とかもそうですよね。先輩の動きとかは真似しながらやってました。で、この時はもうね、まあ YouTube みたいなのもそんななかったので、えっと、自分で本当に見ながらこの動きどうあるんだろうなっていうのを結構研究してました。まあそれ今でもあんま変わらないんですけど、まあ、僕の場合は結構それがメインです。で、ダンスのレッスンっていうのはもちろん通ってはいたんですけど、 結局ほとんどビデオとか DVD、まあ、とかを見てこの動きを真似してでわかんなくなったら先生に聞いたりとかだからその自分がわかんなくなったポイントっていうのを結構聞きに行くっていう感じの、えー、レッスンまあ今でもそうなんですけどねだから、うんうん、自分で結構この動きやりたいなって今だったらオンラインで見てまさに YouTube で見てこの動きどういう風にやるんだろうっていうのを自分で鏡で見ながらちょっとこう細かくやってるような まあ僕は練習のスタイルかなと思ってます。はい、実際にこう、ショーを見に行ったりとか、ストリートで踊ってるとこを見に行ったりとかも、結構簡単にできる場所ですよね、はい、ニューヨークだと。そうですね、やはり、い、劇場とかも結構ね、フラっと入れたりもできますし、外とかでもそれこそ踊ってる人たちも多いんで、なんで、はい。 よく結構見に行きますよ。はい。うん、ダンスだけじゃなくて音楽とか、まあ、例えばオペラとか、でバレエもそうですし、まあ、美術、芸能、絵画みたいなのも、まあ、そこからな何かいらないかな、みたいなちょっと感じで見ることを積極的にしているつもりです。うんうん、では、自分にとってのダンスという仕事がある生活とは、教えてください。はい ダンスという仕事がある生活とはということですね。なんか自然と本当になったっていう、まあすごくこれを目指していたところでもあるんですけど、自分の中では、なんかこう、目の前のね、こと、あ、この仕事を受けて、受けたらやろうとか、まあ断らなかったことでの延長上で、少しずつ仕事が増えていったということなので、だからまあ、 なんか結構自然にあるものだなという。皆さんそうだと思うんですけど、仕事って結構別に特別なものじゃないし、僕にとってもダンスが別に特別なものじゃないから、その生活の中に、ね、以前だったらですけどね、4ヶ月前だったら、一応ある程度シフトが決まってて、じゃあこの時間にこの、ね、時間で待機して、さっきのザライブ、ここにいて踊って、じゃあまた普段の生活みたいな。結構その、ライフスタイル だからダンスが何とかっていうよりも、ダンスがある生活っていうのが、うん、なんか、昔はそれをすごく憧れて、今でもね、すごいいいと思うんですけど、かなり自然自分の中でやっているっていう感覚ですね。もちろんオーディションとかね、受け続けたりとか、やっぱり自分の体を磨き続けなきゃいけないっていうのもあるんですけど、まあこれは別にどこでも同じことだし、それができなくなった時、 えー、僕たちの世界は特にですけど、フリーランスですし、別に契約があるわけじゃないんで、それができなくなったら、まあ自分はダンスサープロのダンサーとしては、なんでしょうね。まあ終わりなんじゃないかなというところで、それはまあ自然に結構やってる感じですかね。そんな中で、今の時期はコロナで全面的に外に出られないし、 活動止ままってますよねで、はい、今はオンラインでなさってるとおっしゃってましたけれどもそれは自分であの企画をされてなさってるわけですかそうですで、えっと半分以上は自分で企画で自分で持ち込みとかオンラインバーチャル観光ツアーどうですかとかねダンスのレッスンオンラインでもできますよとかそういうのをやりながらでもちろん話話いただくこともあるんですけれども、まあ、半分以上はもう自分でやって てますね。自分から提案して、こんなんでいきますっていうのをやっぱりやってます。まあこれ前から変わらないんですけど、まあ何もしなければ何も動かないっていうところで、えー、まさに3月の16日を境に、どんどん自分から発信して、えー、今日から解雇されたんで、これからオンラインでやれることやりますって言って、例えばライブ配信毎日したりとか、えっ、ー、と、見ていただける方とインタラクティブなパフォーマンスできるようにし、 しようとか、なんかいろんなことを考えながら、この4ヶ月は発信し続けてますね。その発信方法というのは、どういうインターフェースになってなやっておられますかはい。えっと、まあ、まぁ、SNS がメインなんですけど、まあ例えば Facebook でも、まあこの YouTube でも、まあインスタでも、結構その、今はインスタを結構メインでやってるんですけど、当時は4ヶ月前、Facebook を毎日配信して、えそこから YouTube を作って、 発信してって、っだからこう見てるお客さんというか視聴者ってやっぱね自分の得意なとか自分の好きな SNS 上がると思うんでいろんなとこから発信していく中でいろんなつながりができてきているような感じがするのでだから本当そうですねえっと時期によって変えてる感じですそれがどこかで、まあ、みんなで集う集まればいいかなと今は思ってるんですけどはい 結構需要はあるんですかやっぱり。需要は、うーん、結構みんなやってるんで、あの、需要はあると思うんですけど、やってる人も多いから、だから、そうでしょうね。需要はあるけど、やってる人多いんで、じゃあ誰が選ばれるかというところだと思うんですけど、だから僕もとりあえずはやってますっていうのは見せてますけど、もともとレッスン自体そんなにしないタイプなんで、だからレッスンに関しては自分からはあんまり言ってない感じ。 っていうのは、えー、っと、レッスンしないっていうのは、僕が最初、先ほどお話ししたように、えー、っと、ダンスのスキルとか技術とかってもう全部自分で学べるわけじゃないですか、えー。昔以上にもうオンラインで全部できるから、だからそれを僕が別に教える必要ないかなっていうのもありますし、例えばニューヨークのダンサーだったら、ニューヨークのプロのね、えー、っと、ブロードウェイで活動してる人とか、なんかこう、ビヨンセとかね、 えー、アリアナ・グランデの後ろで踊ってるかっこいいダンサーに教えてもらいたいって多分思うと思うんですよその海外に憧れてるダンサーとかはだから逆にね日本人に、えっと、教わりたいっていう人はあんまりこうアメリカのにいる日本人ダンサーにはいないんじゃないかなっていうのもありますし別に僕が教える必要ないと思ってるし彼らから学んだ方がいっぱい学べることとかあるんじゃないかなと。 個人的には思っているので、求められればもちろんえ伝えられることはたくさんあると思うんですけど、自分からはあの技術とかはそんなに教えない。ていうか、まあ自分で学べるのでね。はい。